まずそれでですね、これウォーホルです。アンディ・ウォーホルはその後一番ポップアートということで世界に知られるようになったポップアートの旗手っていうふうに言われてますけども、彼は銀髪のカツラですね。この人髪の毛はなんかハゲてたかな。全部カツラです。この白っぽい真っ白なこうカツラをかぶっていまして、それがトレードマークになってね。で、その絵画、まあ、デザインというかその作品だけじゃなくてロックバンドのプロデュースとか映画の制作なんかも手掛けて、まあ、マルチアーティストっていうかマルチアーティストっていうような活躍をしました。ちょっとこれね、縦書きがね、横書きに入っちゃってるんでね、表現がおかしくなっちゃってますけどね、ポップアートの旗手って呼ばれてました。アンディ・ウォーホルはね、非常に世界的に有名になったんですけど、彼はね、チェコスロバキアだね、からの移民の子供なんですね。アメリカに移民をしてきた。だから移民の子供だからすごく貧しかったんですよ。それで、大学で、まあ、美術のデザインを学んで、それからそこを出た最初にですね、初めの頃はデザインの持ち込みで仕事を得ていたわけなんですね。で、これがですね、アンディが初めてまともに仕事をしたのはこの靴の絵だっていうふうにこれですね、言われているんですね。彼はいつもみすぼらしい格好で原稿を出版社に持ち込んだりしていたわけですけれども、それを持ち込んだ時にですね、この手書きで書く素朴な書き方の味っていうのがとってもね、編集者に気に入られてですね、もっと書いてくれって言われたと言ったんですね。そしたらね、その日のうちにね、さらに新しいの50枚書いて持っていったと。そしたら採用されたと、まあ、そういう逸話があるんですけど、もっと書いておいでって言ったら1週間後に50枚持ってっても誰も驚かないわけですよ。当日新たにそんなにたくさん書いていっちゃうというのはなかなかいないですよね。そういうパワフルというか意欲というか能力というか、そういうところがあるからやっぱり大スターになっていったんでしょうね。これは27歳の頃だったと言われて、特徴は非常に細い輪郭線でね、手塗りの素朴なイラストが得意だったわけですよ。だからその後の制作の中身と比べると全然イメージ違うんですよ。とってもこう弱々しいっていうか女性的な感じのね、表現が特徴的ですよね。これもね、結構初期の頃のね、有名なものなんですけれども、ウォーホルは編集者から注文には何でもすぐに答えて、言われるままに仕事をしていって、次第に売れっ子のイラストレーターになっていった。だからイラストレーターは基本的には最初はですね、注文というか依頼に対して答えられるかっていうことですよね。私が描きたいからこれを描きましたじゃなくて、これ描いてきて、こんな風にやってみって言われて、それにできるかっていうことですね。それがイラストレーターの元々のこの原則的な仕事ですよね。でね、ウォーホルはね、そうしたコマーシャルアートじゃなくてね、ファインアート、いわゆるまあ画家として自由に自分でやりたいことをやりたいと、そういうところにだんだん憧れるようになっていったわけですよね。で、彼がこれらを描いていた時は、当時先ほど先週も見せましたネオダダの、ラウシェンバーグとかジャスパー・ジョーンズがですね、当時すごく有名になっていたんですよね。で、ウォーホルは自分もそんな作家になりたい、そんなアーティストになりたい、デザインで人に言われたのをやるのはもう嫌だってだんだん思い出してしまったということなんですよね。だからウォーホルもですね、だんだんコマーシャルの仕事を減らして、で、自分が好きな絵を描くようになっていったんですね。当然それは売れないもんですから、だんだん貧しくなっていってしまったわけですよ。で、彼はですね、貧しくなっちゃってね、いや、どうしたらこれから自分はいいんでしょうかねっていうことでね、自分がちょっとか恋にしてる画廊のね、女主人かな、相談したんですよ。なんかいい手はありませんかね、ちょっと、あんたね、
じゃあね、50ドル払うんだったらね、いいヒントあげるよって言われてね、50ドルの小切手を切ったって言うんですよ。まあ、今で2万円ぐらいの相当かな。でね、教えられたのは何かって言ったらね、あんたがいつも食べてるものをね、書きゃいいんだよ。って言われたって言うんですよ。誰にでもわかるものを書くのよ。例えば、キャンベルスープとかね、あんた食べてるでしょ。それを書いたらどうなのって言われたって言うんですよ。50ドルでね。それを受けてですね、ウォーホルはね、まあ、確かにそれまで20年間ね、昼食に、お昼にはね、スープとクラッカーばっかり、ここのスープですよね、それとクラッカーばっかり食べてたということがあって、じゃあやってみようということで、スープ缶を選んで、キャンベルスープですよね。キャンベルスープはね、ですね、当時32種類発売されてたんですよ。で基本的には一緒なんですよ。それでここトマト、ここだけが変わってると、種類が書いてるわけですね。ここだけが変わってるという、そういう代物だったんだけど、それを32枚かな、シーハー32ですよね、並べてですね、個展をやったんですよ。だから、この作品展はこれだけなの。そしたらね、見に行った人がね、なんだよこれはって、こんなの初めて見たよ、つまんないよって言ってね、非常に憤慨されたと。でもまあこれに至るまでは最初はね、よくリアリーに書いたりとかね、これが破れたりとかっていういろんな試行錯誤をしたんですけども、結果的にシンプルにこれを並べてほとんど繰り返して文字だけが変わると、そういう作品を、ね、額縁に並べたということだったんですね。まあ見に行った人は唖然としてすごく非難をしたということだったんですね。翌年、その翌年ですね、これ1963年、マリリン・モンローが謎の死を遂げたということなんですね。そしたらウォーホルはすぐにね、そのマリリンをですね、シルクで作品化したわけなんですよ。アメリカの肖像権というのは、有名なこういう人たちというのは勝手に使ってもいいらしいんですよ。だからこういうことができたらしいんですけれどもね、シルクスクリーンの版を繰り返し、版のズレをそのまま生かした表現、それがここで生まれてきたということなんですよね。で、女優とか有名人の写真とかね、そういう、まあ、どこにでも見られるようなイメージを用いた版画を大量生産するようになっていったわけですよ。で、シルク印刷による写真的イメージに手書き風の線とか絵の具のタッチ、それを重ねるということで手の痕跡を残したところが特徴的なんですよね。まあ、この辺がですね、一番ウォーホル のイメージを象徴するものですけれども、当時 の印刷物に手書きを加えたっていうことになるのかもしれないですね。で、ウォーホルはその後自らのアトリエをですね、ファクトリーっていう、まあ、工場と呼ぶようにして制作を分業化して、デザイン労働っていうかな、スタジオ形式にしたんですね。だから漫画でも今はね、日本で描いている漫画、ゴルゴ13とかまであるのかな、あれは斎藤スタジオとかってなってますよね。いろいろと大勢で手分けして一つの作品を作っていくっていう、そういうスタジオシステムにしましたけど、ウォーホルの場合も自分の作品というものを、事務所形式、スタジオ形式にして助手を使って大量生産していくっていうことで、大量生産で販売をしていくっていう、そういうシステムを作っていったんですね。だからウォーホルは、僕の作品はですね、僕じゃなくてね、助手が描いてるんだよっていうふうに言ってしまうぐらいの、そういうような扱いをしてたわけですね。まあ、そこで映画制作っていうものも始めたりしてます。これはね、ブリリオっていうね、洗剤らしいんですよ。洗剤を売るときに入っている箱をね、それをまた再現してね、これで並べたと。これはね、MoMA、ニューヨークの近代美術館にね、展示してあるんですけどね、どこが面白いか分かんないんだけど、まあ、既製品を、まあ、オブジェみたいにもう一回積み上げて複製、繰り返しっていうふうにしたんですね。シルクスクリーンが非常に彼にとって の効果的な要素になります。これなんかでかいですよ。これはね、毛沢東ですよね。これもシルクでできてましたけどね、ウォーホルですけど、このウォーホルはね、変人
であるっていうかな、変人であることからも人気が出たっていうことがありましてね、あの彼はホモだったしね、40歳の時に、ピストルで撃たれてね、重傷を負ったり、それはね、あのね、男性抹殺団とかっていう、それを名乗ったね、女性が近寄ってきてね、ピストルで撃ったっていう、そういうようなね、ことがあったりすると、あのウォーホルが撃たれましたとかっていうニュースになるわけですよね。そうしたニュースネタも絡んで、世界的にポップアートのスーパースターにだんだん祭り上げられていったっていうことがありますね。ポップアートの熱狂っていうのは1960年代の末になるとね、反対に今度はミニマルアートの、あの静かなね、クールなあの表現というところに置き換えられていったわけですけれども、世界的に急速に冷めていったってことがありますが、ウォーホルがどんな雰囲気の人かっていうのをちょっとね、ビデオで、ね、確認してみましょう。6分ぐらいだと、のんびり見てくださいね。画像は良くないですが、よいしょ。あれ？なんか崩らなくなっちゃった。ちょっと待ってね。このことを誰よりもよく知っていたのは、ポーランド系のアメリカの画家、アンディ・ウォーホルです。ウォーホルは精力的とかたくましいといったイメージからは程遠い消極的な中性的な画家です。以前芸術で世の中を変えようという運動で有名になった芸術家たちがいましたが、ウォーホルは逆に芸術にはそんな力はないのだということを暗に示して有名になりました。いや、僕は自分が革命的だとは思いません。1950年代にピッツバーグからニューヨークにやってきて、商業美術家として出発しました。それからポップアートの旗手になり、1970年代の末には再び商業美術家、つまり自分のテーマを持たない画家に戻ってしまいました。アートはアーティストを短くした言葉です。言葉は常に短くなります。だからアーティストはアートと縮まったんです。ウォーホルが大衆文化から引き出したものは繰り返しです。彼は機械になりたいといったことがあります。機械が作り出す確実的な製品に憧れていたのです。彼は印象派の微妙な変化よりも全く変化のない同一性とその繰り返しを好みました。供給過剰の中の同一性、つまりたくさんあっても皆同じものというのがウォーホルの特に1960年代のモチーフでした。彼はもっぱら通俗性と同一性を愛した有名な画家でした。彼にとっては機械のように印刷し反復することは最も気の利いたダンディズムだったのです。彼は誰もが知っているものを改めて見直させました。中途から広告に皮肉な言葉を添え出します。それは70年代までに広告主たちによってこのように真似され始めました。彼はまた有名人をモデルにすることによっても有名になりました。モデルはクローンのように無限に複製されていきます。彼のこうした作品は絵として見られるよりテレビの画面のように見られることを望んでいます。ウォーホルがテレビ的なポップならば、次のロイ・リヒテンスタインは印刷文化、劇画のポップです。リヒテンスタインの最もよく知られたイメージ源は1940年代50年代の劇画です。彼と同じ世代のポップアート運動に参加した画家たちが育ち盛りに親しんできた劇画です。Talking.
私の作品はコマーシャルの世界で生まれたイメージとは関係ないと思います。劇画を使うのは劇画には強い印象を与えるものがあるからです。印象的というか際立ったものがあるからです。私が関心を持つのは劇画が持つイメージの質です。一つ一つの点が作り出しているあの画面のタッチです。あの質感を私は自分の作品で表現したいのです。商業美術は社会学的な一つの事実かもしれませんが、私の芸術とは別物だと思っています。リヒテンシュタインは劇画の一コマを壁画のスケールに拡大します。印刷の網の目まで克明に表現します。この点彼は星条旗のジャスパー・ジョーンズ同様、人々が見ながら気づかないものに目をつけました。しかし劇画を見る目は一コマ一コマ次へ次へと移っていきますが、絵の場合は目を引き止めなければなりません。ここがリヒテンシュタインの難しいところでした。1960年代彼の作品が目新しかった頃は作品が持つ皮肉も効いていましたが、あまりにも長く居座りすぎたようです。なんとなく雰囲気がね、分かったと思うんですけど、このコラージュ的な